佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。今回もこの番組佐藤美久の女優道お聞きいただきましてありがとうございます。今年は猛暑に加えとても台風が多い年ですが、皆さん大丈夫ですか？しっかりと備えを、ね、していきましょう。台風についての、私佐藤家の、準備について話そうかなと思うんですけれども、そうですね、特に平日に台風が来てしまうと次の日、例えば私も、現場が次の日あったりとか、例えば、うちの、兄弟ですと弟と妹が学生なので、電車とかね、動いてるとか、ここの線はまだ止まってるとか止まっちゃってるとか、そういうやっぱニュースをすごく見るようになりますね。なので電車の情報というのはすごく大事なのかなっていうふうに思います。食料もね、もちろんなんですけれども、特にスーパーがちょっと遠い場所にある例えば地方の方々はですね、やはり前もってこうね準備していくのはすごく大事なのかなというふうに思いますね。そうですね、やっぱり私の家ではテレビをニュースをよく見るようになりますね。あとはもう外に出ないことです。本当に風がとにかく強く、風だけがだけっていうだけでも風だけでも相当危ないと思いますので、あまり外をね出歩かないのがすごく一番大事なのかなというふうに思います。もし、近くの川とかが増水して氾濫とか起きたらすぐに避難したりだとか、すごくこう早い段階でクリアというか処置をね、していかなきゃいけないのかなというふうに思います。はい、さてこのあたりですね、私佐藤美久はどんな女の子なんだということをですね、ラジオを聞きの皆さんにお伝えさせていただきたいと思います。私佐藤美久は女優タレントとして活動させていただいてまだ3年目の新人です。主な活動としては地上波のドラマのエキストラなどで、勉強させていただいたり、いろんな映画でお役をいただいたりなど頑張っております。最近は22世紀寓話という短編映画に主演として出演させていただきました。そして来週9月22日土曜日夜22時30分から CS エンタメーテレさんのドラマ戦慄女子撮る女編に主演の前田のぞみさんの昔の友達さやか役で出演させていただいておりますので、ぜひ皆様ご覧いただければなと思います。また、毎月第1、第3、金曜日夜23時からはネット配信番組 MeToo ショーで私自身が出演させていただいた某作品のキャラクターから派生したカタカナで佐藤ミトというネットアイドルという設定でただただプレステゲームをやり続けるという生配信もやっております。そして豪華クルーザーアルカディア号のイメージキャラクターを務めさせていただいております。こちらもアルカディア号のホームページのチェックをお願いしておきます。それでは今回の最初のコーナーはミクの独り言。さてこのコーナーは気になるニュースやテーマを決めて自由に思ったことをお話しさせていただくコーナーです。ただしあくまでも私の独り言ですので、あまり気になさらない範囲でリスナーの皆様に共感いただければ嬉しいです。今回のテーマは最近皆さんもよく耳にするようになったクラウドファンディングについて少しお話しさせていただきたいと思います。そもそもクラウドファンディングとは何ぞやと申しますと、簡単に申し上げて、不特定多数の人が通常インターネット経由で他の人々や組織に財源の提供や協力などを行うことです。ただその歴史は古く、一説では今から130年以上も前、1884年自由の女神像制作委員会アメリカが像の台座用の資金を切らしてしまった時、新聞出版社のジョーゼフ・ピューリツァーは自身の新聞ニューヨークワールドでアメリカの大衆に台座にお金を寄付するように促しました。そしてピューリツァーはなんと6ヶ月で10万ドルを集めました。およそ12万5000人の人々がこのために1ドル以下の寄付を多く行ったことがクラウドファンディングの始まりだと言われています。
クラウドファンディングの魅力は特定のプロジェクトまたはベンチャーの資金調達をするために多くの人々から少額の寄付を通して種子を集めようとする製品開発やイベントの開催には多額の資金が必要となるわけですが、クラウドファンディングではインターネットを通じて不特定多数の人々に比較的少額の資金提供を呼びかけ、一定額が集まった時点でプロジェクトを実行することで資金調達のリスクを低減することが可能になります。またソーシャルメディアの発展によって個人でのプロジェクトの立ち上げや告知が容易になり、それに呼応する形でクラウドファンディングによる資金調達が活発になりつつあります。この魅力あるクラウドファンディングを利用活用する場合、リスクというかデメリットもありますので、こちらも念のためお伝えしておきます。まずお金を出す側、1、出したお金が返ってこない。購入型クラウドファンディングであれば商品やサービスといったリターンを求めて購入したのに、その後起案者から音沙汰がないような詐欺的なプロジェクトも海外では発生しています。クラウドファンディングで出したお金は必ず返ってくるという保証はないということをあらかじめ理解しておきましょう。お金を出す側、2、基本的にキャンセルができない。クラウドファンディングは一度支援、投資をしてしまうと原則キャンセルができないので、お金を出す際には十分注意しましょう。次にお金を受け取る側、1、管理コストが大きくなる。通常の資金調達とは異なり、不特定多数の人々のを対象にしていることから、リターンとしての商品やサービスの発送、分配金の振り込みなど数多くの、手続きや業務が発生します。これらをミスなく管理しようと思うと、人手やシステムなどのコストもさらに必要になる可能性もあります。資金調達というメリットも大きいクラウドファンディングですが、こうしたデメリットもあることを理解しておきましょう。お金を受け取る側、2、ウェブ上にずっと残る。クラウドファンディングで一度プロジェクトを公開すると、募集期間中はもちろん、目標金額の達成未達成に関わらず、原則としてウェブ上から削除することはできません。後先を考えずにプロジェクトを公開すると、将来後悔することがあるかもしれませんので、プロジェクトについては十分考えてからスタートするようにすべきかもしれません。以上です。とはいえ、我々のような表現者の世界ではこういった風潮はとてもありがたく、実は私も出演させていただいた作品のうち20本近くの短編映画はクラウドファンディングを活用させていただき、それぞれの作品について支援者の皆様のご支援のおかげで完成しました。そして前回ゲストにお越しいただきました映像プロデューサー太田隆之さんが手掛けられた映画狂い武蔵のクラウドファンディングが始まっております。いろんなリターンもご用意されてますので、映画漢字で狂うに武士の武に狂い武蔵の公式ツイッターをですね、ぜひ皆さんチェックしてみてください。クラウドファンディング未体験の方は、ぜひこの映画狂い武蔵クラウドファンディングから始められてはいかがでしょうか。以上、ミクの独り言のコーナーでした。今月の推しメン。このコーナーは毎月私佐藤ミクがいろんなメディアでフューチャーされたエピソードなどを拝見したり、目に留まったり、伺ったり、気になった方々メンバーについてミク流にご紹介させていただくコーナーです。題して今月の推しメン。今回はオープニングでもお伝えいたしましたように、来週土曜日9月22日夜22時30分から CS エンタメーテレさんで放送される、私も出演させていただきましたドラマ戦慄女子撮る女編の監督、このコーナー2回目ご出演の藤田真一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。戻ってまいりました。ありがとうございます。ありがとうございます。おかえりなさいませ、はい、それでは早速今回のゲスト藤田真一さんについて簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。藤田真一さんは鹿児島県のお生まれで、高校卒業後に
自主制作映画に携わられ、撮影、編集、演出、制作、脚本など方法を勉強され、1999年北村隆平監督の商業デビュー作バーサスに共同撮影として参加。2002年には仲間と共に映像企画制作団体ユーデンビジュアルを立ち上げられ、インディーズ映画 V シネマ企業 VP ほか各種映像企画制作に関われた後、2004年に株式会社アーティットを設立。多数の映像作品について監督などを務めてらっしゃるほか、ミュージック PV などのディレクターとしても多くの作品を手掛けてらっしゃいます。ちなみに昨年公開のアクション映画リボンではプロデューサーを務められました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。緊張します。本当ですか。はい、ではですね、まず、はい、今回の作品、戦慄女子取る女編にですね、はい、読んでいただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそ。非常に貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。で、ちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、ご起用いただいたポイントっていうのは何かありますか。まあ穴役を探してたんで、はい、要はちょっと変わった子っていう設定だったんで、はい、そうですね、はい、だったんで、ふと思い出した時、まあ何か候補いたんですけど、あ、はい、そうなんですか、はい、もちろん、はい、で、あ、多分でもみくちゃんが一番ハマるかなと思って、はい、びっくり、初めて聞きました。その代わりピンクのミニスカートがマストだったんですけど、すごくこだわりを持ってらっしゃったみたいで、絶対ピンクのスカート、ミニスカートを履いてほしい。そうそう、ピンクのミニスカートを履いた、ちょっと履いた変わった昔の友達が、自分彼氏ができて若干調子に乗ってて、はい、そうですね、ちょっと恋愛に悩んでる、はい、主役をさらに状況的に追い込んでいくっていう、はい、で最後死ぬみたいなね、そうですねっていう役だったんで、あ、これミクちゃんしかいねえな、あ、嬉しすぎるありがとうございます。そんな、ありがとうございます。で、今回の作品ホラーなんですけれども、はい、ネタバレしない範囲でラジオのお聞きの皆様に簡単なこうあらすじについて教えていただけますでしょうか。まあ、30分なんでね、あらすじちょっと全部なって そうですね、まあ、設定としては大学の写真クラブで、はい、に代々伝わるちょっとレンズにまつわる話があって、はい、まあ、それは冗談かと思ってたら意外とそれが本当に呪いがあったみたいな、はい、そんでちょっと身の追い込まれていくみたいな話ですね。そうですね、簡単に言うとね、はい、で実は私ホラーの作品に出演させていただくのは初めてでして。初めてなんですか。そうなんですよ。へ、はい、結構殺されてるイメージあるけどね。そうですかえ、そうなの、そうなんですか。みんな殺したい感じじゃない。いや本当に初めてなんですよ。あ、そうなんだ、はい、ありがたいことに、はい、なるほど。で普通のこう作品とはこう大きく違うところ、例えば設定であったりとか、こうどんなこうホラーにしていくっていう、こう例えば順番みたいなのは何かあったりしますか。まあ映画、まあいろんなジャンルがあって、はい、そうですね、まあ、アクション映画だったりとか恋愛映画だったりとか、まあ、ジャンルによってちょっといろいろ作り方若干変わってくると思うんですけど、はい、やっぱホラーっていうのはやっぱりある登場人物に絞って、主役の子に絞って、はい、その子徹底的に心理描写を追いかけていくっていうのがホラーの基本だと思うんですね、はい、なんで周りの登場人物ってやっぱそのための装置でしかないんで、なるほど、だそういう意味では作り方としては、まあ主役の子を誰にするかっていうのと、あとその子を怖がらせるための演出をどうやってするかっていうと、今回で言うとミクちゃんがピンクのミスカでやってきて、はい、主人公を追い込んだ上に目の前で死ぬっていう、ね、はい、それが役割ですね。群像劇ってホラー映画で、まあ、基本ありえないと僕は思ってるんで。そうですね、はい、そういう意味では役者としては本来面白い仕事だと思いますけどね。確かにそうですね、ただ監督からすると演出力が相当問われるってくるジャンルでもあるんで、他の作品とは違って、そう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 、そうなんですね。俳優部ともあれが今度仕事が密になってくるんで、他の映画とかだとね、アクションだったりとか、はい、やっぱり群像劇だったりするんで、うん、どういう状況みたいなのがあれですけど、うん、ホラーはもう本当にその主役の子にフォーカスしていくんで、心理描写が。すごいで
そうですね。役者はねすごいやった方がいいと思いますけどね、ホラーは。そうですね、やっぱり、うん、今まで出演させていただいた作品と今回の、戦慄女子を比べるとやっぱ全然違いますね。まあ僕もホラーの専門家じゃないんで、はい、でも結構なんかホラーばっかりやってるみたいな、そんな感じで。そうですね。悪影の方が多いですけどね。そうですね、はい。個人的には恋愛ものやりたいんですけどね。そうですね、前回もおっしゃってましたね。そうですね、誰もやらせてくれないっていうね。誰もそんなも期待してないっていうね。でもすごく私は見てみたいです。あ、そうですか、はい。まあやってるんですけど、いくつかね。なるほど。はい。で、制作過程で一番苦労されることっていうのは、うん、今回は何でした？今回は、まあ短編でそんな、はい、まあ、ある意味低予算っちゃ低予算なので、はい、その辺どうやりくりするかですよね。あと時間もなかったので、撮影2日間でしたね。そうですね、撮影2日間でしたね、はい、まあ2日間なんだけど撮りすぎちゃって。あ、そうなんですか。そうそうそう、1回多分みくちゃんに、はい、オフライン送ってると思う。オフラインって仮編集のやつ。あ、はい、そうですね、はい、あれ気づいたと思うけど、ね、30分番組だから CM 入ると25分なんで、そうですね、でもあれ30分あるんですよね、はい、だから、ね、あっから5分切ってるんですよ。そうなんですか。そう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 、相当5分ってことはね、5分の1カットだからね、あっからね。そうなんですよ、ありがたいことに編集途中のものをですね、監督のご厚意でありがたいことに私もちらっとね拝見させていただきまして。どうでした、どうでした。結構ホラー映画すごく好きで、私が。で、完成されたものはやっぱり音とかあとは声とかこう特徴的な怖い声であったりとか、うん、そういうのがあってすごく怖いっていう風に感じたんですけれども、今回はその入ってない状態のものを見せさせていただいて、それでもやっぱり怖かったですね。何が怖かった？お化けが出てくる。佐藤美久は怖かった。私じゃないです。やっぱお化けが出てくるっていうだけでやっぱり怖かったです。佐藤美久のシーンが大好きで、みんなにあそこ長いって言われた。最終的にごめんなさい、あそこから半分ぐらいに切っちゃいますね。あ、なんで、もう面白いのになと。面白かったんですか？面白かった、面白かった、面白かった。いや、それはすごく嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと鼻につく感じが、ピラッとする感じが、すげえ良かった。ありがとうございます。ありがとうございます。10人見して10人そこ突っ込まれたからね。あ、そうなんですね。あそこちょっと監督無駄に長くないですかって。え、そう？って言ってね。でもそれはそれでもすごく嬉しいです。ホラーの原則あそこで外れちゃったんですよね。主役の子じゃなくて俺の興味をミクさんに。すごいことを聞いてしまいましたよ。ホラーの鉄則を外れて早朝フューチャーし始めた自分のミステイクです。すみませんでした。ありがとうございます。はいはい、撮影中こう一番印象に残ったエピソードで、初めてというか、エキストラで1回だけ行かせていただいたんですけれども、スクランブル交差点で、はいはい、最後とこう会うじゃないですか、2人で、はいはいはい、でそこがすごく人がめちゃくちゃ多かったじゃないですか、あの日。そうですね、そこでこう監督藤田さんをこう探しながらこうそうそうそう、あれどこ。スクランブル交差点の反対側に配置して、で青になったら一気に歩いていって真ん中で出会うんだけど、ね、はい、お互い気づかないね。意外とスクランブル交差点ってこんなに人多かったっけみたいな。どこにいた。そこがすごく印象的で、そう、まあ、出会った時にはもう赤信号に変わり始めてたから、そうそう、すぐ終了みたいなね。それを何回か繰り返してもういいやってなったんだ。結構ファーストカットでもあった、私の中で の、うん、なのですごく緊張して、あれ藤田さんのカメラマンさんがいないっていうのが非常に記憶に残っております。藤田さん何かありますか？僕はでもみんな年齢が近かったんで、そうですね、キャストの子たちが、はい、仲良さそうか楽しそうにやってたんで、はい、こっちも楽しかったですね。はい、そうですね、ありがとうございます。ホラーなんでね、楽しいのもどうかと思うんですけどね。作品はすごく怖いんですけれども、現場はすごく楽しい雰囲気で、現場はすごく楽しかったですね。はい、で、本当に作品と編集途中を見せていただいて、本当にもう最初見た瞬間に、え、映画みたいだなっていう風に感じました。私、映画みたいとはどういうことですか？こう
部屋から始まってろうそくがこういっぱい立てるじゃないですか。 あそこがふわーっと始まっていくじゃないですか、はいはいはい、あそこがもうなんか、あ、ホラーの映画始まるのかなっていう、うん、あの感覚を持ってしまいました、うん、そうだよ、まあ、映画ではないですけど、ね、そうですね、あのそのろうそくがすごくいい感じにこう怖さを表現されていて、そうですね、はあ、すごいなというふうに思いました、うん、はい。であの藤田さんもあの結構こうホラー映画とかってご覧になられるんですか。怖いのちょっとあんまり。あ、そうなんですか。最近はちょっとあれですけど、はい、昔はこの映画大好きで、あの片っ端から見ててみたいな感じでしたけどね。そうなんですね、はい、ホラーは何本もやってるので、そうですね、その度ごとに自分の中でホラー習慣を作って、はい、徹底的に見るみたいなことを繰り返してるので、はい、一応見てはいるんですけどね、積極的に一人で見に行こうっていうタイプではそこはないです。あ、じゃない。いつでも止めれる状態で見るみたいな。ああ、なるほど。ありがとうございます。で、ちょっとお聞きしたいんですけれども、私佐藤美久の、演技はどうだったでしょうか。いや、見ての通りで、これってまだあるか、放送前か。そうですね、はい、もう必見ですよ、必見ですよ、僕は無駄に長くの、撮ってるぐらい今回の仮編集はみんなの記念で、あれが僕のベスト版ってことで、はい、ありがとうございます。そうですね、はい、嬉しいです。とても良かったと思います。なんかやっぱり、みきちゃんぐらいの年齢の女優さんとかって、はい、やっぱり自分を可愛く撮ってほしいみたいなのが出ちゃうので、はい、その役柄的にほら、本来嫌な役じゃない、はい、みきちゃんの役って、うん、はい、そうですね、なのに他の子だとやっぱり、どうしてもちょっと、可愛い仕草が、まあ無意識なんだろうけどね、はい、入っちゃりするのを、もう徹底的にあの役で、はい、すごいなんか調子に乗った変なやつみたいなそう調子に乗ってすごい軽快な感じを徹底的にやってたので、で本来はそういう子ではないはずだろう、よく知らないけど、本来の私ですね。あ、そうですね、本来はそうじゃないと思うんだけど、はい、いざ役に入ると徹底的に KY でもう調子に乗ったら嫌な役みたいな感じを言ってたんで、もういいなと思って あ, ありがとうございます、まあ、カットしちゃいますけどねいくつかもう私も台本をいただいた時点で、うん、だいぶはっちゃけてるなこの子っていうのがやっぱりすごく感じましたね。結構もうね、高校卒業してだいぶデビューされてるなっていうのが、大学生デビューして彼氏で調子に乗ってって役なんで、ね、ピンクのミニスカートでなかなか短いスカートを私も履く機会がなかったので、すごく逆に嬉しかったです。そうですね、あれに関してはみんな賛否両論はあったんですけど、まあ、私はもう嬉しかったですから大丈夫です、うん、そうですか、はい、徹底的に僕はあそこは死守しましたこの役はそれがあると崩れるんで、なくなると崩れるんで、つって、はい、ね、必見ですよ、必見必見ですよ、はい、で、その出来上がる前のものを見させていただいて、うん、CG 処理っていうのは、はいはいはい、やっぱり大変なものなんですかね。 CG 処理、まあ、今回のやつは別に数カットなんで、みくちゃんが見たやつは、まあ、ちょっとだけ入ってたのか、はい、そうですね、そうです、メインのちょっとドンっていうやつはまだ重いやつは2カットぐらい入ってなかったと思うんですけど、はい、他のやつはまあちょこちょこ入ってて、はい、何があったっけあの時 CG って、そうですね、なんかまあ、倒れてくるやつ、あ、そうですね、はい、そうですね、あと佐藤美久はイエーイってやってるところにお化けがいるとかねそうですね、それもまた面白かったです、なんかちょっと見てて、うん、あ、お化けがいるっていう自分の後ろお化けがいるっていう、あのね、お化けの子がねちょっと可愛らしい子でね、そうですね、本当にいい子なのよ、純粋 で一緒に現場でご一緒させていただいた、そうそうそう、現場でみんなのマスコットになってるような、あ、そうですね、もう可愛らしいキャラなんでね、キャスティングゆえちゃんキャスティング失敗したかなと思ってまあまあ、まあ、でもいざスタートってなったらすごい切り替えがめちゃくちゃ、ねね、かっこいいなと思いました。そうそう、彼女幽霊役は夢だったらしくて、はい、そうなんですね、そうそうそう、一回一個夢が叶いましたみたいなこと言ってそうなんですね、現場でその幽霊の役の
あの方を見た時にあのそこまで怖いっていう感じはなかったんですけど、映像を見ると、うん、顔の、 あの肌の色とかが結構こう暗い感じに、うん、そうですね、あれはちょっとまあ CG でもないんですけど、編集上でちょっと落としてるんですね。もうほら血色がいいじゃん、あの子すっげえ健康的で、リオさんですね、リアさんですね、はい、もう本当に ね、そあのあの大切に育てられましたみたいな感じの子だったんでちょっとなるほどなと思いながら、はい、でも良かったですね、あの子も、はいはい、みんな今回キャスティングがハマってたんじゃないかなと思います、ね、あ、そうですね、あの、まあ、やっぱ支援の前、はい、前の組が、はい、ね、あのやっぱりホラー映画なんで、はい、少しちょっとあの抑えめじゃなくて、逆の少しちょっと大げさめ あの表情とか、はい、あの分かりやすくっていうのを的確にやってて、ね、あとポイントポイントでやっぱり抑えてくるんで、さすがあのホラー映画いっぱい出てるだけあるなっていうご自身もあのすごいホラー映画大好き、そうそう、もう本当にホラー映画好きなんだね、びっくりしちゃったもうね、あの現場の合間、ね、現場の合間カメラマンとかずっとホラー映画の話になれる、論争じゃないですけど、すごい語り合って語り合ってて、聞いたこともないホラー映画の話盛り上がってるから私もそばで聞いて、そういうホラー映画あるのですごい詳しいと思いました。やっぱり全あの確実にプランニングちゃんとしてきてて、はい、あのそこはやっぱりあのなるほどなと思いましたね、はい、ではですね、あのではここであの藤田さんのですね、あのなんか告知などありましたら、あの告知、そうですね、今はやっぱりあのこれが先日ですか、そうですね、はい、はい、9月22日初回放送で、はい、月なんで、はい、はい、そうですね、先日女子撮る女編ですね、そうですね、まあワウワウでしたっけ、ワウワウとか、そうですね、エントメーテルさん、はい、はい、そうですね、あと後にアマゾンプライムも行くのかな、はい、はい、まあ、とりあえず初出しが22なんで、ちょっとそれが楽しみにしていてください、はい、佐藤美久も出てますし、出てますよろしくお願いいたします、そうですね、で僕的に言うとあのもう一本あの先日女子をやるので、あ、だから10月ももう一本あの同じ形でやりますということで、はい、2本あの2ヶ月続けて、短編ホラー出るので、はい、現状の最新としてはそれかなっていうところですね、来ました、ありがとうございます。ですね、今回お忙しい中本当にありがとうございました。こんなでいいです、大丈夫です、はい、裏話的な、たくさんお話ししたかったんですけれども、ありますよ、怖い話実は裏話ありましたよ、はい、ではですね、本当にお忙しい中ありがとうございました、はい、今回のゲスト藤田真一さんでした。藤田さん、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、なんともエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、ありがとうございました。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。ありがとうございました。